抱きしめられて言えずにいた言葉は春のサンシャイン今もまだこの胸に。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ありがとうテレビの時間が参りました。本日4月の10日月曜日18時を回ったところでございます。本日も淡路町スタジオからお届けしてまいりたいと思います。さて、今日はですねお二人のお客様になるんですけれどもですねご紹介させていただきたいと思います。リンパマッサージ師の田倉ゆえいめい様ですね。どうぞよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いします。通称月さん。はい月さんですね。月の妹って書いてゆえいめいさんですね。ゆえいめいさんでなので月さんということですね。はい、というご紹介をさせていただいたんですけども、はい、台湾出身なんですよね。はい、そうです、ね、つい最近台湾に行ってまいりまして。お疲れ様です。いえいえ、とんでもございません。で、私台北、そして、はい、カギ、高尾というね、回って行ったんですけど、はい、高尾の東、はい、そうですぐらいですよね、はい、いや、台湾の東の方ですね。台湾の東、はい、台東というところ、台東ですね、はい、そう、台東というところですね。要するに、す南部の東の方が台東という地域なんですよね。南部、台湾がこういうふうに縦に長くって、で、ね、で南部、南の方の東が、ね、東ね、台東というところですね。台東ってあんまり行かないですよね。行かないですか。ね、一応東海岸の方なんですけど、ね、東海岸ですね。海が綺麗そうですね。そうですね。目の前に海って感じで。本当にこの間、高尾に行きましたけど、うん、とっても暑くって、はい3月の末でしたけども、うん、いや、とっても暑くって、もうみんな半袖で、いましたよ。そうですよね、うん、この時期多分暑いと思います。暑いで台北がとても寒くって盆地ですからね。そう、台北寒くって高尾が暑くって、はい、相当温度の差がありましたね、うん、もう台北だと寒くってコート着ないと寒いぐらい、はい、で台北はもう T シャツ多分日本の気流をね、ほら、うん、多分寒気入ると台湾も影響しちゃうと思いますので。あ、なるほどね。なんか今年はね、異常気象だって言ってましたよ、台北の人。そうですね、はい、うん、はい、ということで、ちょっとリンパマッサージをされているということなんですが、はい、お仕事ですね、はい、そうです。その話ちょっとお聞かせいただいていいですか。はい、リンパマッサージをされていると。そうですね、うん、やっぱり16年前、はい、前に、はい、本当はこう、うちの長男を産んだ後、うん、ずっと具合悪くて、はい、そのきっかけでね、絶対私どこか病があると思って、いろんな病院の方で見てもらったんですけれども、うん、病が見つからなくて、うん、すごい苦しんでおりまして、うん、それで自己流でいろんなマッサージ、自分での体をやったんだ、はい、揉んだりしてたんですけれども、病院に通ってても結局治らなくて、はいはい、そのやっとその震災の前の年に緊急入院されちゃって、うん、やっぱりもう4回目のこの足が歩けなくなっちゃって、朝起きようと思って起きられなくて、足が動かなくなっちゃった。そうです。はい、血行が悪かったんですか。血行が悪いと思いまして、うん、それで先生にも言ったんですけれども、うん、もしかして私は難病じゃないですかって言ったんだけれども、うん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 、先生はそんなことはないって言われちゃったんですけども、でも病名が見つからなくて、でも足は動かない、動けない、そう、それは子供が長男は2歳半くらいに急にやっぱり三叉神経痛で顔も歪んじゃって、顔面神経痛でご存知ですよね、はいはいはい、そういう感じでこんな顔を曲がっちゃっていまして、そう、もう大変だったんですよ。それでその知り合いの方が医療センター、八王子の医療センターの方で緊急治療の先生がいて、うん、東洋と西洋の医学の方を勉強なさって、うん、池袋の方でね、やっぱり台湾から来られてる、はいはいはい、お父さんの代からやって、もしかしたら来てくださいって言ってくれたの。あ、 そうですか。それで通って子供を2人を連れて、はい、あ、奥さんお二人なんですね。はい、1歳と2歳半くらいを連れて行きましたので、その針治療していたんですよ。やっと半年を通って歩けるようになっていました。この顔も少し正常になって、針治療で治ったんですか。そうですね、はい、やっぱりその間に自分も調子悪いとまた行けないということで、
はい、それで自己流でまたマッサージの勉強なさってまして、それで15、6年前の時にモズリンパの、先生に出会えて、はい、勉強し始めたんですよ。勉強し始めて、その先生から学んで、はい、何リンパとおっしゃいました？モズリンパ。モズリンパ、痛みのないリンパっていうね、無痛。あ、無痛ね。無痛リンパですね。すみませんね。いえいえ、大丈夫です、ね。無痛リンパね。無痛リンパで、その間にまた気候リンパの先生にいろいろ。気候リンパ。気候リンパ、その呼吸法も。呼吸法も。はい、そういうを自分の精神を整えるということで、学びましたので、はい、おかげさまで。あ、それで今ご自宅でやられてるんですか。そうです。だから今日自分も救われたことも本当に、神様がね、助けてくださったということで、それでまたご縁があって周りの人たちに恩返しすることができて本当に感謝ですねと思って、はい。ちなみに日本に来られたのがいつ頃なんですか？はい、31年前ってことですね。ああ、じゃあもうだいぶ。そう、今年で、はい、2月でもう30年になります。すごい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 。で、その来られたきっかけっていうのは？そうですね、お恥ずかしいながら、台湾にいた時にはちょっと、そう、昼間に仕事をしていながら、夜はちょっとレストランとか、はいはいはい、ダンスホールとか、そのホテルの中のお食事に来られるじゃないですか、食事しながらダンスをやってて、はいはいはい、っていうことで歌も聴いたりする場所があって、うん、そっちの歌だった、一応歌行ったんですけれども、はい、そのきっかけでやっぱり毎日ね8件10件になっちゃうとすごい疲れちゃって、うん、たまたまある先生に言われちゃって、うん、メンバーを連れててくれませんかということで、それで日本にメンバーを連れて、うん、来られたんですけれども。なるほど。じゃあ歌い手さんとして日本に来られた。一応そうですね。で歌でデビューしたんですか、日本で。いや、デビューじゃないんだけども、一応そのバンドで、はい、メンバーを連れてきたっていうことで、はい、いや、息子さん歌い手さんにねどうかしらね、わかりませんけど、ね、こちらにいらっしゃいますけど、はい、ね、できたらは、そうですね、そのきっかけで子供たちにやっぱり平和の気持ちを持ってね、うん、はい、日本と台湾と、架け橋になれてくださればいいなっていう感じですね、はい、素敵ですね、はい、で、すいません、話はもっともっといいですか、すいません、で、リンパマッサージを、ね、はい、ご自宅でされていてと、お客さんはどういう方がいらっしゃるんですか？大体皆さんは、うん、知り合いから、それから口コミで、はい、来てくださいまして。ああ、そうですか、口コミでね。そうですね、はい、1日何人ぐらいできるんですか？いや、大勢やりませんので、1日に2人か3人くらいですね。そうですか。大体リンパマッサージって1人何時間ぐらいやるんですか？その人の体の状態によってはい、マッサージしておりますので、はい、私も自分がリンパマッサージのおかげでね、救われたっていうことで、やっぱりその皆さんと出会えてご縁があって、それでその恩返しのつもりで自分を儲けっていう感じが一切ありません。はい、相手はね、健康になれれば一番、はい、嬉しいなっていう感じ。どういう感じの人っていうか、どういう症状の人が受けに来るといいんですか？そうですね、やっぱりさっき安藤さんが言ってたように、自律神経失調症。安藤さん、この前出てますけど、違う動画なんで。ごめんなさい。違う動画なんで。そうですね。そう、まあ、安藤さん出てたんですね。私たちの、ね、自律神経失調症をね、はい、自律神経失調の方がやっぱり、いろんな体のバランスが、体のバランスが崩れたりする、崩れちゃうとはいけない、特にこの骨盤、あと内臓の、調子が悪いとやっぱり、はい、ですよね、体が崩れちゃう、ね、全体的にバランス悪くなりますよね、内臓なんかね、はい、腸の調子が悪くなると、そうです、ね、全体的にどんよりしますよね、はい、だから体を温める、はい、一番基本だと思います。体を温めてマッサージをすることによって血行を良くする、そうですよね、はい、でバランスを取り戻せるようにサポートしていく感じですかね。そうですね、はい、ということで、
こちら行きましょうか。まあ緊張しちゃいますね。はい、はい、カードですね、いつものように。はい、どっちから。はい、何で1番。あれ、お、え、すごい、1番、1番だって。1番だって。1番、1番ってなかなか出ないですよ。あら、そう、どうすれば、どう説明すればいいのかな。いやいや、あの、はい、なんか1番でなんかこうイメージできる話題とかってあります。私1番で今やりたいことっていうと、うん、やっぱり周りを平和でなれることなら、うん、はい、一番嬉しいなと思うね、うん、ね、はい、周りが平和になることですね。そうですね、はい、いやでも本当ね、それは、はい、私はあの人って多分それを望んでると思います、皆さん、はい、でも立場によってそれがアプローチが違ってきたりすると思うんですけど、うんうん、それありますよね、うん、もうありがとうテレビもそうですけど、ね、うん、ありがとうテレビ、ありがとう、感謝の気持ちを世界に広げたいな、はい、だからどこ行っても出会えた下手方たちと、うん、あのご縁があるからと思ってすごい大切にするっていうのは一番いいんじゃないかなと思って。ね、おっしゃる通りですよね。はい、私今日今日も、あ、そうそうそう、はい、春菜さんと出会えて本当に嬉しくて、今日もね、その出会い、ありがとうございます、はい、で私あの台湾は本当にそういう意味ではもう3回行ってるんですよ、うん、はい、でまたちょっと通いたいなと思ってるんですけど、うん、はい、であそこにその台湾にその自分の会社の支店を作りたいと思ってるので、ぜひぜひそうで、その台湾、まあ、支店を作るということもそうですけど、その台湾ってね、何だろう、こう、あの、この言い方するともしかしたら失礼になったのかもしれませんけど、なんかね、外国に行ってる感じじゃないんですよ。はい、そうですね、一応新日っていう、うん、なんかすごくね、あの、行けば行くほど好きになってくる感じ、うん、はい、うん、うん、ありがとうございます。あの、なんかこう、なんですかね、違和感ないというか、自分のなんか、うん、その、なんていうんですか、性格に合ってるっていうのかな、うん、はい、全くそういう感じです。まあ、すごい素敵なお方なので、だからぜひ。いや、だから本当にね、はい、あの台湾とはずっと交流を続けていって、はい、あそこに自分の視点を作りたいなと思ってますね。はい、どんどんネットワークを広げたいなと。ぜひお願いいたします。で、あの台湾でもありがとうテレビやりたいですね、はいはい、うん。これはね、ずっと言い続けようと思ってるんです、はい。言い続けると必ず実現しますから。はい、そうそう。そうですね。はい、というわけで、感謝の気持ちをですね、お伝えしたいコーナーです。はい、感謝の気持ちですね。そうそう、誰にお伝えしましょうか。そうですね、やっぱりリンパマッサージと気功のリンパマッサージを教えてくださった、うん、あの二方の先生に感謝です、はい、したいですね。お名前は言えますか。はい、一応そうですね、あの、うん、造形大学の教授の先生、佐藤明先生、佐藤明先生、はい、某気功リンパの先生の内田宗氏、うん、内田宗氏先生、そうですね、はい、あ、一応陰陽師やっておりまして、あなるほど、素晴らしい先生で、はい、はい、本当に感謝、なるほど、じゃあぜひカメラの向こうでおそらく見ていらっしゃいますので、はい、そうと思います、ね、あの感謝の気持ちをぜひお願いしたいと思います。佐藤明先生、ご無沙汰しております。本当にあの感謝しております。これからもどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そしてあの内田宗氏先生、うん、あのこの 1,2 ヶ月であのちょっとあの気候のあのなんだっけ、あのスクールの方に行ってないですけれども、はい、またぜひあの行かせてくださいませ、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。感謝してます。はい、ありがとうございます、うん、はい、このリンパマッサージを受けたいという方はどういうふうにアプローチすればいいですか、はい、月さんに。そうですね、うん、いつもは、いつも友達同士の口コミでをやっておりますので、あ、はい、このテレビ見た方が、はい、あ、なんか、あ、よかったら、はい、ご連絡くださいませ。どうやって連絡取ればいいですかすいません、こちら入れましょう、こちらにね、メール入れましょう、はい、こちらです、こちらです、こちらですはい、ということで、最後にですね、大事にしたいことをお伺いして終わりにしたいんですけども。そうですね、やっぱり大事にしたいことは、あの周りの人たちと自分のご家族と、あとそれが自分の健康は一番大事じゃないかなと思って、うん、そうですね、はい、健康っていうか、うん、ね、元気じゃないと周りにね、そのお役に立てないですよね。そうですね、はい、うん、お役に立つために自分が能力を磨いたりとか、ね、健康でいるということが大事だ、うん、大事だなと思いますよね、はい、ぜひよろしくお願いします体を健康の方一番大事なので、そうですね、はい、気をつけてください。 ありがとうございます。あのリンパマッサージ、はい、あのメールぜひ送ってあげてください。あのリンパマッサージ受けたいよと、あと息子さんもね、
創作歌手ということで、はい、あの歌を歌ってますので、田倉健さん、田倉健さんですね、こちらにいらっしゃいますけども、はい、今日はご出演の出番はなくて、はい、次回というか今度ね、はい、ね、今度ね、あの出てもらってください、ね、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、ということで、そろそろ終わりにしたいと思いますが、またね、改めてご紹介させていただきたいと思います。リンパマッサージ師の桜ゆえめ様においでいただきました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。